金ごと生でございます。よろしくお願いします。今回はですね、 V 系ビジュアル系が好きな方におすすめしたい曲を紹介したいと思います。その曲はエクスタシーという曲でございます。これね、実は安全地帯の曲なんですが、あの日本音楽界のボーカリストナンバーワンと言ってもいい玉置浩二さんで有名なバンドですね。安全地帯3枚目のアルバムなんですが、安全地帯3抱きしめたいというアルバムに収録された、そうなんですよ、まあアルバム内の1曲なんですけど、シングル曲にはなっていないわけです。はい、このアルバム自体がですね、1984年リリースでございまして、恋の予感とかね、あのあたりの、まあ、名曲が収録されていることもあるんですが、ちょうどね、安全地帯がスターダムに駆け上がっている最中の時期のアルバムと言えると思います。まあ、そんなアルバムに収録されたエクスタシーという曲、どんなところが V 系におすすめしたいのかを話していきたいと思います。まず歌詞がとにかくエロいというところです。はい、まあ俗に言うビジュアル系ってね、結構エログロっていうものが背景にあると思っているんですけど、そこをこう美的に表現することってビジュアル系バンドの醍醐味だったりすると思うんですね。そのロックでエロという部分で、このエクスタシーという曲の歌詞は本当にすごいんです。松井五郎という天才作詞家が書いた詩なんですけども、まあエロい、そして官能的と言った方が適切なのかもしれませんね。例えばですよ、もっともっとまやかしで抱きしめて、闇に散らかる吐息、想像してみてください。闇に散らかる吐息、惚れ惚れしますね。まあ直接的な歌詞ではないですが、暗闇でこう散らかるっていうことはとどまらないということですよね。激しい動きがありながらも吐息を漏らしていると、すごいですね、表現力。あと強いワードといえば、破裂間際のキスっていう歌詞が出てくるんですよ。破裂間際のキス、まさに、まあ、まさにですよね感動的。そしてこの詩が乗る曲ですよ、はい、ここが玉置浩二、攻撃性と、まあ、官能なのにメロディアス、最高のマリアージュです。この曲についてファンの方のね、コメントを目にしたことがあるんですけども、そのコメントっていうのが、この曲を聴けば安全地帯がビジュアル系の元祖であることがわかると書いていたんですよ。これには私もね、本当に共感いたしますね、はい、でも演奏技術もう化け物のレベルですよね、安全地帯って。特に私はね、この曲聴いてると、このベースっていうのがすごく印象的に聞こえてきて、ベースをたどって聴いているのが好きなんですよね。でこのチャンネルって結構ビジュアル系を扱うことが多いので、V 系好きの方にぜひ安全地帯のエクスタシーもね、聞いていただきたいなと強くおすすめします。マジでかっこいいです。はい、ということで今回はこのあたりで、あ、面白いかなと思っていただけましたら、また覗いてみてください。またお会いしましょう。